Mahatma Gandhi wrote that prayer is not asking, it is a longing of the soul, it is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. And then he wrote, God has no religion. マハトマ・ガンジーはこう書いています。祈るということはね、ものを求めることではないんだよ。祈るということはね、魂を求めることを言うんだよ。祈るということはね、それによって自分の弱さを日々に知るためのものなんだよ。その祈りにおいてはね、心のない言葉よりも言葉のない心の方が大切なんだよ。そしてマハトマ・ガンジーはこうも書いています。神には宗教はないんだよと繰り返します。神には宗教はないんだよと。広志林、浜松シティ、ジャパン。古来より原始キリスト教の世界においても、そしてエジプトにおいても、相手に手をかざして挨拶していたようです。それが現在の祈りにつながったと私、林博士は考えています。人間に上下はありません。上の人も下の人も相手に分け隔てなく手のひらをかざして挨拶をしていました。لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم視点を地球の外、宇宙に置いてみます。その宇宙から地球を見ます。人間を見ます。そして宗教を見ます。その宇宙の視点から見ると、宗教などというものがないということがわかります。つまり、神は宗教を持たない。つまり、言い換えると、宗教は皆同じということになります。さらに言えば、人間が信仰する宗教は
一つでしかないということになります。仏教もキリスト教もそしてイスラム教も一つということになります。反対に考えると分けて考えることの方がおかしいということになるのではないでしょうか。真実を求め、善を求め、そして心の美しさを求める、その求める心そのものは皆同じということです。宗教は一つ、つまり人間は一つということではないでしょうか。だからマハトマ・ガンジーはこう書き残しているのです。つまり神には宗教はないんだよと。もう一度繰り返します。神には宗教はないんだよと。宗教という宗教があること自体、神に対する冒涜ということになるのではないでしょうか。 Bye for now. Ra in Egypt, Alaf in Islam, and Ahura in Zoroastrianism are one single deity, Marduk, the first son of Enki. Here is its evidence. Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. エジプトの最高神、太陽の神、ラーです。頭にサンディスクをつけている点に注意してください。太陽の神のシンボルです。サンガードです。そしてイスラム教の神といえば言うまでもなく、アラーフ・アクバール。神は偉大なりという意味です。アラーフ。最高神です。アクバール、the greatest、最も偉大なるという意味です。そしてもう一人、太陽の神がいます。アフラ・マズダーです。ゾロアスター教のシンボルマークにもなっています。アフラ、神、マズダ、最も賢いという意味です。で、三人の神を並べてみます。ラーです。アラーフです。そして、アフーラーです。この三人の神は、大変発音が似通っています。共に、ラー、ラー、ラーという音を持っています。そして、アラーフとアフーラーは同じ、フという音を持っています。ただ、アラーフという時のフは、ほとんど聞こえません。ともかくも、音が、このように共通しているということです。で、それだけではありません。エジプトでは古来
このようにして挨拶をしました。手をかざしています。こうした壁画がたくさん残っています。やはり手をかざしています。もう一枚見ていただきます。同じように手をかざしています。これが挨拶の仕方だったんですね。両手を相手にかざしています。同じようにイスラム教では神に手をかざして挨拶をします。ゾラスター教でも同じように手をかざして挨拶します。手の位置、形に注意してください。林博士は同じと判断しました。つまり、こうしてアラーフ、ラー、アフラはつながっているということになります。そしてそれが現在の今に続いているということになります。アラーフ、ラー、アフラ、つまり、一人の神、三個とであったということになります。by 林博士。それを裏付ける証拠はいくつかあります。ゼカリア出陣です。ゼカリア出陣は、シュメール、メソポタミアに残る年度版を解読して、地球年代記を表しました。その一部を紹介します。紀元前1万1000年です。延期が人間を助けたということになります。が、エンリルはその後、人間を許したという形になります。1万500年ですね。そして、ここです。紀元前9780年、ラー・マルトクは、延期の長男であったが、オシリスとセスの間で、エジプトを分割して与えた。これがバウンダリーストーンです。説明しておきます。頂点に、イナンナ・イシュタールが立ちます。そしてここにエア、つまり延期がいます。アヌ王の長男でした。そして、その息子がマルドクということになります。こういう位置関係にあります。そのマルドクが地球に残って地球の王となったということになります。そのマルドクイコールラーでした。これで謎が解けました。マルドクイコールラーだったのです。もう一度、冒頭でお見せしました。このチャートを見ていただきたいと思います。ラー、左がアラーフ、そして右がアフーラです。音が共通しています。そして、それが現在に続いています。つまり、ラーというのはマルドックだったということになります。マルドックこそが地球の支配者だったのです。マルドックとアヌンナキの関係についても、ゼカリア出陣は述べています。それをここに紹介します。マルドックの立場がこれでわかります。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、EA、つまりエンリルの長男のマルドックは、彼の忠実な王と共に地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためにニビレへ戻ることを許されなかった。
人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのため、マルドックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかどうかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、アヌ王以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかし、マルドックは、彼の親族を忘れることも、許すことも決してなかった。彼の親族が、自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックは、エンリル派一派、つまり、ラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも、王が、地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル派一派の女神であった。権力に溺れた二人のアヌンナギが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、そして殺された。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかった。が、アヌ王や枢機卿たちは、その反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりに、アヌ王たちは、マルドックを地球に残し、好きなことをさせた。もし、マルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良い、と。が、神々は、マルドックがその基地を使ったり、乗っ取ったりしないようにと、最初に、市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来、マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者になった。しかし、彼は、ただ一人の責任者ではなかった。他にも、地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、延期派一派、つまり竜族とエンリル一派、つまりラム族が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが。さらに証拠が続きます。ギリシャの歴史家ヘロドゥトゥスです。歴史の父とも呼ばれています。ヘロドゥトゥスは世界最古の歴史書である歴史というタイトルの本を書き表します。これがその一部です。これがその一節です。そのヘロドゥトゥスの書いた歴史という本の中にカンボジエという王の名前が出てきます。またの名をカンビュセス二世と言います。これがその絵と言われています。
ペルシャの王たちは皆、マルドックを信仰していました。まあ、それについて説明する前に少し、ペルシャの王について話しておきます。少し、回り道をします。これが、ダリウスを描いたリーフということになります。ダリウスは今、足で、一人の人間を踏みつけています。これが、ストダナ・ガウタマ、すなわち、私たちが、ブッダと呼んでいる、シッダ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマの父親ということになります。なぜこんなレリーフが残っているか、それについて、簡単に説明しておきます。偽のスメルティスってことになっています。が、偽のスメルティスというのは、取り物を指す、ストダナ・ゴータマということになります。セッダ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。ここから先は、あくまでも、ペルセポリスに残る碑文と、それとヘロドゥトゥスの書いた歴史によるものです。ペルシャです。カンボジアはですね、バビロンを攻略し、バビロンを落としてペルシャの王につきます。右下がペルセポリスです。そして残るはエジプトということになります。そこでエジプト遠征を企てるわけですけど、その前に夢のお告げでですね、弟のスメルジスがカンボジアの地位を奪うと。それをまあ心配したカンボジアは秘密裏にスメルティスを暗殺します。そしてエジプトへ出かけます。で、その後ですね、ペルシャでですね、ストダナ・ガウタマという男がスメルティスになりすまして王位についたということになっています。それを良しとしないダリウスが今度はその、スメルティスになりすましたストダナ・ガウタマを追い出します。そして追い打ちもかけます。で、ストダナ・ゴータマ一家は現在のネパールのルンビニへと逃げていきます。こういう流れなんですね。ですから、ダリウスは足で偽の、いわゆるスメルティス、すなわち、ストダナ・ゴータマを足で踏みつけています。で、これがサンタポルナーレ・ヌーボに残る、モザイク画ですけども、反転しましたけど、一番前にいるのがカンボジア、二番目のがストダナ・ゴータマ、そして三番目がダリウスということになります。最近私が知ったところでは、マギと言われているのはこの真ん中の一人、なあち、ストダナ・ゴータマだけということが分かってきました。なあち、ストダナ・ゴータマは強奪者ではなくて、ペルセポリスの碑文に残るような強奪者ではなくて、むしろ最高位の、いわゆる占い師ということになります。王ということになるわけですね。で、カンボジア、左からカンボジア、ガウタマ、ストダナ、ダリウスということになります。ストダナ・ゴータマというのは先ほど言いましたように、私たちがブッダと呼んでいる、シッダ・アルタ・ゴータマ、すなわちペルシャ名、セタ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。で、この三人がですね、実は、マルドックを信仰していました。その文書が出てきました。で、もう一度このヘロドゥトゥスに話を戻してみます。ペルセポリスの碑文はですね、あくまでもダリウスが書いたものですから、当然、ストダナ・ガウタマを悪く書いています。その碑文に基づいてヘルトゥトゥスが歴史を書いたものと思われます。で、もう一度簡単におさらいしますと、上がバビロンですね。そして、カンボジアがエジプトへ行ってる間に、ストダナ・ガウタマが、スメルジスになりすまして王位についたと。で、それを良しとしないダリウスが、ストダナ・ゴータマを追い出したということになりますけども、実は最近の研究では、ストダナ・ゴータマこそが最高位の、いわゆる後継者であったということが分かってきました。ともかくも、このように、カンボジアがですね、いわゆるカンピセス2世がエジプトに行っている間に、スメルディスになりすました、ストダナ・ゴータマが王位を奪ったということになるわけですね。まあ、こういう、流れがあるわけです。で、それを良しとしない、ダリウスがストダナ・ゴータマを追い出したということになります。その時にもすでに、このペルセポリスの碑文にですね、セッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の解放主、宇宙の真理の解放者という意味ですけども、現在私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマの名前が刻まれているところからですね、ブッダはペルセポリスで生まれたということになります。で、これがカンボジアですね、カンピセス2世です。そして中央がダリウスです。で、この、足で踏みつけているのが、いわゆるこれはあくまでも、ダリウス側が作ったレリーフですけども、足で踏みつけられているのが、ストダナ・ゴータマ、なわち、ブッダの父親ということになります。で、この周辺から実は、マルドゥックという名前が出てきます。ペルシャですね。
ここが重要ですから注意してください。すなわち、マルドゥクこそがペルシャの神であったということになります。そのカンブジエの周辺からマルドゥクの名前が出てきました。父、キュルスの後を継いでカンブジエは王に就くわけですけども、そのカンブジエがエジプトへ行っている。その間に、ストダナゴータマがスメルジスの身にありすまして王の位を奪うと。それを予習しないダリウスがストダナゴータマを追い出したわけですね。そのカンボジアの父親の、キュルスですけども、そのキュルスが、マルドゥクを侵攻するにあたってですね、その次に実はカンボジアの名前を書き残していました。それが円筒印章の形で残っていました。まあ、これが先ほど言いましたようにサンタボルナーレヌーボーのモザイク画です。まあ、中央がストダナゴータマですね。で、今、左右判定しましたから、一番左がカンボジアということになります。そして3番目がダリウスということになります。どうも前はたった一人だけだったようですね。すなわち、ガータマ、ストダナゴータマだけだったということになります。それはともかくも今日のポイントではありませんが、この周辺から円筒印象が出てきました。これなんですね。そしてその円筒印象には、マルドゥクに、を、まあ、信仰して、彼の父、キルスですね、の名前とともに、カンボジアの名前があったということです。これでも、決まりましたね。マルドゥクへの祈祷において、カンビセス2世の名前が、父、キュロス2世の次に記されているということです。つまり、このペルシャを支配していたのは、マルドゥクということになります。すなわち、ラー、すなわち、アフラマズダ、すなわち、ということになっていくわけですね。はい。で、結論ということになります。エジプトの最高神、ラーです。頭にサンディスクをつけています。サンガード、つまり太陽の神です。そしてイスラムです。アラーフです。やはり、サンゴート、つまり、太陽の神です。そして、ゾラスター教の神、アフラマズダーです。アフーラーです。アフーラーです。やはり、サンガード、太陽の神です。音が似ているだけではありません。アラーフとアフラーは、音を入れ替えているだけと、私は判断しています。アラーフがアフラになり、アフーラがアラーフになったというわけです。そして、その儀式の仕方も今日まで同じように伝わっています。両手をかざして挨拶する。エジプトでも、そしてイスラムでも、そしてゾラスター教でも、です。こうして、繋がっていきます。そして、そのラーというのは、マルドゥクのことでした。すなわち、延期の息子のマルドゥクです。こうして、神々が一つにまとまりました。すなわち、マルドゥク、すなわち、延期ということになります。Prayer is not asking, it is a longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. God has no religion.祈るということはね、ものを求めることではないのだよ。祈る
ということはね、魂を求めることを言うのだよ。祈るということはね、それによって自分の弱さを日々に知るためのものなんだよ。その祈りにおいてはね、心のない言葉よりも言葉のない心の方が大切なんだよ。神には宗教はないんだよ。Thank you.